とうとうやってきた。今度こそ僕はやり遂げてみせる。もう後なんか引けない。最後の賭けだ。生きるか死ぬかだけど、僕は負けたい。そう願うのは罪でしょうか。僕の行かなくちゃ。待っている人がいる。どうしました、プラチナ様。立ち止まって。いや、城とはこんなに大きいものだったのかと面食らっただけだ。ああ、そういえば王子は目が開く前に城を出ましたからね。確かに覚えていなくても無理はありません。最初の部屋だけはよく覚えているんだがな。勝てば全てあなたのものです。その時には心置きなくご案内して差し上げますよ。私にとってはすでに庭のようなものですから。兄上もすでに来てるのか。王城前の広場にすでに待機しているらしいですよ。父上もか。さあ、私たちは奈落王のお姿を見たことがありませんから、なんとも。そうか、結局行くまで何もわからないんだな。そういうことですね。楽しみですよ。そうだな、プラチナ様。なんだ。勝ってくれないと困りますよ。私はあなたに全賭けだ。ああ、分かっているさ。プラチナ。兄上。お待たせしました。遅いですよ。まったく、いつもいい加減なんですから。すみませんね、こっちにも準備ってものがありまして。貴族様ばっかだな。それでいつ始めるんだい。まだ審判も来ていなさそうだ。なんだ、じゃあ待ってることになるの。拍子抜け。むしろ針山に座っている気分になりますね。誰か来た。俺たちが通ってきた扉じゃない。あちらは王の間。来るのか。
奈落王っていらっしゃいますか？父上なのか？少しはマシな顔になっているようだな、二人の王子。拝謁賜りますことを幸せに思います。奈落を直にその目で見た感想はどうだった？悪いところばかり見つけました。欺瞞、不公平、差別。だが、それでも俺は嫌いにはなれない。これでは感想にならないでしょうか？そうか。お前はどうだ？俺は俺もプラチナと同じことを思ったんだ、父上。兄上。絆のようなものでもできたか？あれほど離れていたというのに。父上、なぜ奈落は神に見捨てられたのです？どんな罪があればこれほどの苦難にふさわしいんですか？俺はそれが知りたい。あなたなら知っているんじゃないんですか？俺たちはどんな罪を犯したのか。それがまだわからないならば、まだお前たちは半人前ということだな。平和、愛、恋人、夫婦、兄弟、友達、隣人、同胞、生きとし生けるものはすべてつながり、輪を作る。一つの方向に回り続ける。それは美しい運命の形だ。だが美しいだけだ。父上。では見せてもらおうか。勝った王子に私は奈落の未来を預けることにする。奈落王にふさわしいのは鉄の意志と力。ふさわしいと信じるならば、己の運命を奪い取るがいい。勝つのは俺だ。負けるわけにはいかないのでな。行きましょう、王子。勝ちに行くだけですよ。覚悟は
いいな。おらおら、かかってこんかい。危ないね、プラチナ。邪魔だ。おら！効かないな。剣の錆になれ。はあ、まだまだや。剣の錆になれ。ドタマ勝ち割ったね。まだまだや。はあ、聞かないな。俺の動きに合わせろ。任しとけ。同時に行くぞ。同時に攻撃するぞ。了解や。行くぞ。やってくれんな。邪魔だ。おら！その程度か。邪魔だ。ドタマ勝ち割ったね。やってくれんな。危ないね、プラチナ。はあ、俺は倍返しやで。剣の錆になれ。おら、まだまだや。剣の錆になれ。はあ、効かないな。おら！
その程度か。ドタマ勝ち割ったね。聞かないな。邪魔だ。おら！やってくれんな。剣のサビになれ。ドタマ勝ち割ったね。その程度か。俺の動きに合わせろ。任しとけ。同時に行くぞ。その程度か。同時に攻撃するぞ。了解や。行くぞ。お役に立てなくてすいません。やったな。王子もやるようになったやな。この程度当然だ。行くぞ。王子も一緒に戦ってくださいね。手加減しないです。剣のサビになれ。行くですよ。聞かないな。邪魔だ。暴力反対です。邪魔だ。行くですよ。痛いです。
危ないぞ。手加減しないです。危ないぞ。剣の錆になれ。行くですよ。効かないな。その程度か。邪魔だ。手加減しないです。俺の動きに合わせろ。はい、わかったです。同時に行くぞ。暴力反対です。邪魔だ。手加減しないです。その程度か。剣の錆になれ。邪魔だ。肉球パンチ。暴力反対です。同時に攻撃するぞ。わかってるです。行くぞ。その程度か。俺の動きに合わせろ。はい、わかったです。同時に行くぞ。効かないな。同時に攻撃するぞ。わかってるです。行くぞ。やめるです。
行くぞ。行くですよ。その程度か。大気の力よ、俺をいざない。肉球パンチ。効かないな。すべての障害を一掃しろ。嘘、負け？勝った。僕たち強いです。当たり前のことだ。覚悟はいいな。お任せを、王子。ふん。俺が盾になる。邪魔だ。剣の錆になれ。切り刻まれたようだ。危ないぞ。邪魔だ。切り刻まれたようだ。その程度か。剣の錆になれ。いかないな。ふん。俺が盾になる。邪魔だ。切り刻まれたようだ。その程度か。ふん。ふん。同時に攻撃するぞ。お前に合わせる。行くぞ。
危ないぞ。剣のサビになれ。そんなに死にすぎたいのか。効かないな。俺が盾になる。剣のサビになれ。その程度か。邪魔だ。そんなに死にすぎたいのか。効かないな。そんなに死にすぎたいのか。くっ。邪魔だ。俺の動きに合わせろ。今そうしようと思っていた。同時に行くぞ。どうやら油断しすぎたようだね。やったな。頼もしくなったな。任せておけ。覚悟はいいな。プラチナ様が出るまでもありませんて。危ないぞ。剣のサビになれ。恨まないでくださいね。なかなかやりますね。危ないぞ。邪魔だ。
その程度か。剣のサビになれ。恨まないでくださいね。なかなかやりますね。行きますよ。聞かないな。俺の動きに合わせろ。お任せください。王子のおっしゃる通りに。同時に行くぞ。邪魔だ。愚かな方ですね。剣のサビになれ。恨まないでくださいね。無駄なことを。危ないぞ。危ないぞ。なかなかやりますね。剣のサビになれ。行きますよ。聞かないな。愚かな方ですね。同時に攻撃するぞ。私も今そう思っていました。行くぞ。その程度か。邪魔だ。恨まないでくださいね。聞かないな。行きますよ。その程度か。you
愚かな方ですね。聞かないな。恨まないでくださいね。邪魔だ。行きますよ。無駄なことを。剣のサビになれ。愚かな方ですね。なかなかやりますね。剣のサビになれ。恨まないでくださいね。同時に攻撃するぞ。私も今そう思っていました。行くぞ。聞かないな。俺の動きに合わせろ。お任せください。王子のおっしゃる通りに。同時に行くぞ。無駄なことを。俺の動きに合わせろ。お任せください。王子のおっしゃる通りに。同時に行くぞ。やだ、死にたくないよ。やったな。プラチナ様の実力ですよ。任せておけ。俺の勝ちだ。青の王子の勝利だ。プラチナ様、ではプラチナよ、掟に従いそやつの首を切れ。お前は奈落の掟に従い、見事強さで生きることを勝ち取った。奈落の可能性はお前の見る先にだけある。そいつの目はもはやいらぬ。待ってください。なんだ。俺が王となるのなら、一つの命の生き死にくらい俺が決めてもよいでしょう。後に禍根を残すことになる。また俺が勝てばいい。それに禍根が残るというのなら、兄上の身分を剥奪すればいいでしょう。兄上は兄上として生きればいい。世界の片隅にそれくらいの隙間はあるはずだ。お前たちは王冠を受け継ぐためだけに生まれたのだ。
その役目が果たせないなら存在価値はない。まだお前は奈落王ではないのだぞ。殺しておくのが一番良いのだ。お前のためにも奈落のためにも。それでも俺は嫌だ。いい加減にしろ。もう一度言う。殺せ。嫌です。プラチナ。それでも俺は嫌です。たとえ甘すぎると言われても、王にふさわしくないと言われても、俺は拒否する。お前がそうまで言うのならば仕方ない。だが今の選択の分だけお前の苦しみは増えると知れ。わかっています。バカなやつよ。父上。よかろう。ではプラチナ。はい。明日戴冠式を執り行う。そしてお前に王冠を授けよう。お前が奈落の王となり、偉大なる力を受け継ぐのだ。お前の目指すその先に楽園があるように。いつか作ってみせましょう。期待している。いつかこの呪いが解ける時が来るように祈っている。呪い？よいか。王となる以上お前は幸せにはなれぬ。この冠は呪いの冠だからな。頑張る。父上。頑張るのだぞ。はい。それが新しい奈落王の最初の仕事だ。これでいいんだ。俺が王になってこの奈落を変えてみせる。もう兄上のような犠牲は出さない。だからすまない。プラチナ様。あなたは勝った。それだけを信じていなさい。ジェイド。明日はお早いですから、もうお休みを。戴冠式に倒れたら末代までの恥ですよ。ああ、そうしよう。とうとうアスカ。明日俺はあいつを倒す。そして俺は王になるんだ。